えー、それではですね、えー、次はですねこちら関東鉄道上総線の機動車の車両レポートをやりたいと思いますこちら関東鉄道上総線はキハ101と102があって一つはオレンジ一色の首都圏色と横須賀色なんですけどもこのキハ30ってなんかこう機動車の103 動車の103系って103系の軌動車バージョンって感じですよねすごいですよねこれ各地国鉄だとさこれ廃車機ついてなかったんですよねいやいかにも国鉄か国鉄らしいですよねこのキア30なんですけどすごいですよね行き先幕が砦になっててサンドア式なんですよね車内はどうなってんだろう あー車内はこんな風になってんだうわーすごいなこれ車内もなんかこう当時の面影そのままですねこれ何でしょう物置として活用してるのかなあここにキハ101って記号ありますねあーこれいいなーこれがキハ101ですね こちら、キア101なんですけど、これ、関東鉄道上層線に最近まで走っていたんですよね、これ。まあもちろんこれ、国鉄のキア30、35なんですけど、説明文はこちらですね。見た人は一時停止してみていただければと思います。すごいな。いやー、キア30ですけど、車内もそのままなんですね。 往年の面か、かつての昭和の面影今もこうやって残ってますね。ああ、いいなーキア30。すごいな、これ。で、そしてこちらが、あのー、キア30、もう一つ、キア102なんですけど、こちらも同じく関東鉄道上層線の機動車ですね。101は、裏、こっちか、101はこんな感じか。 すごいですね。ああ、いかにもこれ、本当にして、軌道、軌動車の100、103系、軌動車の103系ですよ、本当に。あ、運転席も見られるんだ。ああ、運転席もそのまんまか。ああ、でもちょっと見られないかな。そうだ、運転席見られるか、これ。俺さ、キハ30なんですけど、これね、 俺、キハ30これ一回乗ったことあるんだよな。あー、これが運転席か。あー、すげえ。これ、雪のりさん、運転、運転したくなりますよね、これ。見てくださいよ。ちょっと、ぼやけてるかなと思うんですけど、運転席こんな感じですよ。これ、乗務して、やってみたいですよね、ぜひ。いや、運転席がこんな感じか。すごいな。 俺、キハ30これね、一回乗っ、俺、二回ぐらいこれ乗ったことあるんですよね。最後まで生き残ったキハ30、35って、くるり線なんですよね。あ、しかも今気づいたんですけど、料金箱もそのまんまなんですね。すげえ。まあ、そうですよね。ワンマンだから、料金箱、ありますよね。後ろ乗り、前乗りですからね。運賃箱なんて設置されてんだ。 そうだよなぁ、久留里線にもさこれ走っていたしさ俺乗ったことあるんだよなぁ、久留里線。確か久留里線にもこれと同じ軌動車走ってたんですよね。いやーこうやって真正面から見ると、本当に国鉄の面影っていうのが感じられますね。あるいは国鉄の栄光って感じますよ。あ、遮断機出るといいですね。 すごいなしかもそうなんですよね。電車のドアって普通、中なんですす車内の内部ですよね。これ、ドアがこれ外、外付けなんですよね。これ、今思い出したんですよ。キア30。外付けのドアなんですよ。そう、国鉄キア30って必ずドアは外付けで、 そうなん、ね、なんんでですすよよねサンドア式このキア30って確か、これ渡良瀬渓谷鉄道の足尾駅にも保存されてるんですよね、キア30もう1つは、いすみ鉄道の国吉駅に保存されてるんですよ、このキア30なんですけどね。いすみ鉄道あき、そうですよね、キア30これ、いすみ鉄道、木原線だ時代、これ、走ってたんですよね、木原線にも走ってたんですよね、これ。 通勤起動車なんですけど、木原線にも走ってたんですよね。くるり線にも走ってて、これ、キア30はやっぱり唯一最後まで生き残ったのはくるり線だけなんですよね。違ったかなくるり線だよね。キア30が唯一最後まで生き残った起動車って木原線だけだと、あ、くるり線か。多分、唯一最後まで生き残ったくるり線は、 唯一最後まで生き残ったキア30っていうのはクルリ船だと思うんですよね。違ったかなこれ間違ってたら申し訳ないですけど。俺もな、大学時代クルリ船のキア 30? あれ引退前乗ったことあるんですよ。あれ乗った時はいかにもね、ディーゼルの香りと音がたまんなかったっすよ。このキア30見てるとクルリ船思い出しますよね。いすみ鉄道の国吉とか、 渡瀬渓谷鉄道の足尾駅にもこれ保存されてるんですよねいやー歴史ありますねでこちらが先ほども話しましたように同じくキハ102上層線のキハ102でこちらは横須賀色になってるんですよね真正面から見るとこんな感じか廃墟気ありのキハ30って超なんか珍しいですよね 国鉄時代のキア30ってさ、あ、排斥機なかったよね。あー、こちら踏切入れるといいですね。こんな感じか。これ踏切って動くのかな動かないよね。どうなんだろう。踏切を背後に入れると絵になりますね、これ。あー、これいいな。すごいや。 あーいいねこれ青空を入れるといいかなこれなかなかいいねいやーでもそうだよな久留里線のキア30もな俺23回ぐらい乗ることができたよねあれはもういかにもね国鉄らしい機動車の103系ですからあれは独特だったってことは忘れられないですよね クーリセのキアキア,100キア30は、ツートンカラーなんですよね。上が肌色で下が赤だったんですよね。あー、上層線のロゴマークかっこいい。キア102。あー、いいな、これ。あ、こちらがキア102ですね。こちらがキア102なんですけど、説明文はこちらですね。これも見たい方は、一時停止してみてください。 車内はこれ物置として活用されてんかなああ、なんか、あ、こちらもなんか車内も、国鉄当時の面影っていうのが本当に今も残されてますね。これなんだろう、本棚本棚があるとちょっと邪魔だなまあでもその割には座席車内もそのままで、当時の面影っていうのが今もありますね。 もちろん、キア30だから、ドアは外付けなんですよね。すごいな、この、国鉄機動車。すごいね。あ、こっち逆側はすげえヘッドマークがついてるやばいすげえヘッドマークがついてるすげえええすげえヘッドマークついてるそうだ、キハ30なんだけど。 これ向かい合ってるのを見ててみよう向かい合ってるのをちょっと映しとくかこれあーこの向かい合ってるキャサンジいいねこれいいかもしんないあーこれいいかもねうんこちらは快速下館行きになってますね いや、国鉄起動車、キア30。まさに茨城じゃ唯一ですよね。か、他はさ、関東だと、いすみ鉄道の国吉とか、あと、渡良瀬渓谷鉄道の足尾駅なんですよね。保存されてるところといえばね。いやー、お、歴史あっていいですね。ちょっと、危ねえから、ちょっと下行ってみるか。ちょっと、うん。 いやあ、キハサンジ、こちらもかっこいいですよね。こちらは横須賀色ですけど、ヘッドマークがあっていいですね。この機動車もかつは、川越線とかさ、八甲線あとは、足尾線に走ってたんですよね。この快速貫鉄ってかっこいいな。すごいね、これ。 いほんとにすごいかっこいいあこっちから撮るといいかな、うん、いやかっこいいなーこうやって見るとすげえ雪の石さんどう思いますかこれ私鉄の国鉄機動車の103系 103系の機動車の103系なんですけどどうですかねこれいかにもこれ昭和を感じるんですけどドアは外付けなんですよねあこれもいいかなあーこのマリンライナーナナスと向かい合ってるこれいいですねこれいいかもしんないなんか連結しちゃいそうこのギハ102のこのマークかっこいいですよね いや、これだ、これ、上層線とかさ、川越線とか八甲線沿線に住んでる人には懐かしいですよね、これ。キア102、101なんですけど、ま、キア30なんですけどね。いや、本当にこれ見てるとさ、くるり線のキア30を本当に思い出しますよ、これ。本当にかっこいいですよ、これ。青空入れるともっといいですよね、これ。多いなぁ。 こっちから撮ったほうがいいかいやー、青空が輝いてますねああ、これいいかもしれないこれもいいね、踏切入れてこれもいいですねなかなかいいねいや、いかにも国鉄感が漂いますよ、これすごいや いや、本当にな俺もクルリ線のさ、キハー 30? あれ、本当に乗れてよかったなぁ。今、今、国吉に保存されてるけどさ、こういう機動車って本当にね、私鉄の100、機動車の103系って感じですよね。本当に歴史が今も溢れてますよ。いい,いね、これ。 多いな。はい、えー、それではですね。キハ三関東鉄道上層線キハ百二百一。101? ことを、国鉄キア30の車両レポートはこれで終わりたいと思います。それでは次の車両レポート行きますので、これで終わりたいと思います。それでは。